ここは東京と大阪を結ぶ弾丸道路のトンネル工事現場です。中ではたくさんの人が一刻も早くトンネルを完成させようと働いています。今夜このトンネルの奥で起こったある事件をお伝えしましょう。何？洞窟にぶつかった？よし、すぐ行こう。何かあったの？おい、何かあったの？洞窟が出たんだってよ。何かあったんですか？係長。大丈夫か？怪我人は？怪我人、あいつは？いやー！おい、助けてくれー！あいつがどうかしたのか？なんか恐ろしくでっけえ怪物みたいに騒いだんだよ。例のアルチューブ男じゃないか。病院連れてってやれ。係長さん、でっかい怪物って見当がつきますか？さあね、彼はアル中だからね。暗闇の中でライターでも見たってとこだろ。なるほどね。ん？なんだよ。次は分かりやすく簡潔に、トンネルの中にトンネルが出てきたじゃ分からんじゃないか。おい、新田君、それでぽっかりどうしたんだ？うん。トンネルの中にトンネル？え？うん。なんだと？言葉で説明してもよう分からん？おい、新田君、言葉で分からんものだな。うん。新田君、しかし言葉というものはだね。写真ですわ、デスク。写真に撮れば一目瞭然。あ、よし、頼む。え、現場は北山市から西へ25キロ、弾丸道路の第三工区。ああ、例のトンネルのところだね。うん。落盤でも。それがややこしいの。ややこしい？トンネルの中にトンネルが出てきたんですって。なんだ、簡単じゃないか。わかる？一平。わかんないですよ。トンネルをこう掘ってたらトンネルへ。もう完成したってわけか。違うのよ。で、こうトンネルがあって、こう掘って、
ちゃう。ですからね、そのことにつきましてはね、ちょっと何と申しますか。何分にも、はい、要するに先生方には洞窟の件もあの得体の知れないもんもわからんっていうわけですな。しかし、あれよ、なんで、なんで、わからんよ、見たことねえよ。誰か分かる人はいないのかな。おう、向こう行こう。おう、向こう行こう。え、先輩、これは隕石かなんかじゃないんですかね。ああ、どうかな。これが隕石ですって？とんでもないですよ。隕石だなんて。うん、仮にツズレシジミガイの化石集団だとしよう。いや違う、あれは古生代の地質固有のもんだ。おい、君今何て言った？新聞社の人、そいつ当てになんねえよ。この間もこれくらいの変な形したものを拾ってきやがって。ああ、デスモスチルスの上顎骨、あれはちょっと違ったな。何がちょっとで、おめえの母ちゃんの耳かきだったじゃねえか。何か聞こえなかったか。奥へ入ってみない？そのトンネルの中のトンネルってやつを見に。そうだな、怪物のこともあるし。そうよ、新田さん、ちょっと行ってくるわ。あまり怪物は期待できないね。だけど、どっかで見たな、これと同じものを。よし、僕はもう少しこれを。どうもこの子の言うことは気になるんだ。それじゃあ私は姿なき怪物の正体を。待ってください。僕の記憶が正しいとすると、もしかすると。大丈夫だよ。原子銃とガンマ光線銃を持ってるからね。先輩。おっと、また。君は残っていたまえ。連絡要員だ。アベックで秘境探検だ。立平、しっかり頼むぞ。ちくしょう。なんかっていうとのけ者扱いか。では来なさいね。そうだ、金峰山だ。え、思い出したか。金峰山っていうのは確か霧の市だったね。うん、あそこにあるものっていや、あ、新田さん、ありますよ、金峰山の大洞窟が。それとこの洞窟と霧の市の大洞窟とは何か関係があるってわけだ。よし、もう一息だぞ。しかし霧のからここまでは軽く70キロあるんですよ。自然にできる洞穴でそんなに長いものといったら大火山の溶岩炉とか。よし、とにかくそこへ行ってみようじゃないか。君に操縦できたの？もちろん OK。 多少揺れますね。君も行こう。ところに立っている。何千年も眠っていた洞窟。足元に気をつけるんだ。柔らかいところもあるから。うん、純ちゃん。ん、コウモリじゃないか。この洞窟はもしかすると地震だわ。戻るんだ。うん、さあさあ、はい。さあ、こっ
行くぞ。さあ気をつけて。リトラとゴメス、何ですこりゃ。さあ、何でもこの寺の裏山の洞窟の中から見つけ出されたものだと言いますが。ちょっと拝見。やっぱりリトラリアだ。リトラリア？リトラリア、鳥類と爬虫類の中間生物です。姿は優しく美しいのですが、その鋭いくちばしから人のレラアシッドという強力な妖怪液を出すんです。するとあれはリトラリアのサナギに違いないな。ならこのグロテスクなやつは？プロメテウス、哺乳類、耐性で肉食の凶暴なやつです。待ってくれ。仮にこの洞窟とあのトンネルがつながっていたとする、それをリトラのサナギが証明したとなると、君、あの甲府が見たってのはゴメスだったかもしれないじゃないか。しかも生きていた。考えられます。ゴメスもリトラも変温動物ですから、冬眠状態にあったとして地殻変動か何かで急に地中の温度が上昇したとすれば。どうしよう、純ちゃん。大丈夫だよ。どこかにきっと出口があるはずだ。大丈夫だ。何か聞こえる。ところが完全に埋まってるんです。しかも中では凶暴なゴメスが暴れ回ってるに違いありません。ゴメス、この野郎、またお前がいい加減なホラーを吹き上がったんだな。とにかく二人の人間の命に関わる問題です。力貸してください。お願いします。いや、江戸川君が入った後にすぐ土砂崩れがありましてね。はあっち行こう。起き上がったらただじゃおかないぞ。生きてる。そうだ、リトラを。リトラ、リトラ、早く出てきてゴメスをやっつけるんだ。リトラ、お願いだから早く出てきておくれよ。みんな僕の言うことを信じてくれないんだ。僕は信じるよ、次郎君。さあ、何でも手伝うよ。手伝ってくれんならぼんやり突っ立ってないで、そこにあるの運んでください。よし、あっち。これで温めてリトラを返すんです。ゴメスを倒すにはリトラに戦ってもらわなければ。そうか、よし。さあ、早く。あんなでっかい出たして、どんなところでも入ってきやがる。
さあ、ゆいちゃん。さあ、元気を出して。あんなところに。ゆいちゃん、大丈夫か。この洞窟入ったことを悔やんだって仕方がないじゃないか。僕たちが入らなくたって誰かが入ったに違いないんだ。何千年も眠っていたこんな場所が僕たちの身近にあったんだってことが分かっただけでも。だって生まれたての赤ちゃんじゃないか。赤ちゃんでもリトラはリトラ、やる気になれば強いんだ。
リトラ、頼りになるのは君だけなんだよ。頼むからゴメスをやっつけてくれ。怪物だ、逃げろ。先輩。お、怪物が来るぞ。え、ああ、全然違う。こんなところで何をしてんだ。早く逃げるんだ。おじさん、嘘じゃなかったでしょ。ホラーじゃなかったでしょ。嘘であってほしかったね。もう一ついいことを教えてあげようか。え、もうたくさんだ。違うんだよ。リトラにゴメスをやっつけてもらうんだ。リトラ、さあ、そんなこと。リトラ、君の言うことは間違いなかったね。うん。あ。どうしたんだ、ジロ君。リトラ。東海弾丸道路の北山トンネルを抜けると小さな墓標が立っています。それはジロ君が建てた勇敢なリトラの墓なのです。